あさて、どうもみなさんこんにちは、ミネットです。さあ、集まれ動物森サブ島。どうもみなさんこんにちは、ミネットです。さあ、動物森。どうもみなさんこんにちは、ミネットです。さあ、集まれ動物森実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、化石のね、まあ、鑑定をしているわけなんですけれども、2020年の12月31日に、化石をね、がっつりぶっ込んで、まあ、それでコンプリートできるのかっていう動画で締めたんですけれども、今回はですね、ついに、あれから1週間が経ちまして、なんとですね、まだコレクションにない貴重な化石が出てきました。あなたには化石発掘の才能があるようですね。それにしても羨ましい。ミネミネ島の文化の発展のため、ぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらはひとまずお返ししますが、寄贈のこと、ぜひ前向きにご検討。あれからね、ずっと入れ続けてたんですよ。寄贈する。行くぞ。ミナノシュ。フタバサウルスの尻尾。これで。ほほ、なんとフタバサウルスの尻尾じゃないですか。ということは、やりました。フタバサウルス完成です。いや、いいですよね。すいません。ちょっとフタバサウルスについて語らせてもらってよろしいでしょうか。いいだろう。今回は許可する。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。フタバサウルスはですね、恐竜時代の終わり頃に登場します。クイナガ竜という海に住む爬虫類の仲間で、その名の通り首が長く手足にヒレがついているのが特徴なんです。ちなみに鈴木という方が最初に発見されたので、学名はフタバサウルス鈴木になっております。鈴木で伸ばすんだね。鈴木さん発見した時は高校生でしたが、名前がつくまでに30年以上かかったとか。古代生物の世界って発掘はもちろん、今までの発見といかに違うかを証明するのもまた一苦労なんですよ。まあ、大抵の研究者はその証明こそが得意分野であったりするのですが、とまあこんな感じでございます。はい、では預かりしたものは展示室に飾らせていただきます。ありがとうございました。おお、ミネットさん、ついにやりましたね。これで化石は全部揃いました。いわゆるコンプリートでございます。いや、本当にありがとうございます。はい、いや、動画はね、ずっと撮ってたんですよ。1月1日から1月6日の間に、まあ、化石毎日ね、出し続けて、で、それでついにですね、今日、できたぞ！化石が、見に行こうではないか。ここだな、仕上がったのは。いや、ずっとね、やりたいやりたいって言ってたんですよ。ここ立つと、ちなみに隕石が見えます、実は。あれがね、多分、まあ、このね、恐竜たちを絶滅に追い込んだ隕石だと思うんですけど、前回と違って完成したのがこやつですね。ディメトロドン。ディメトロドン、ジラマイヤ、さらに、フタバサウルスが、これかな？オフタルモサウルスの次。フタバサウルスだね。そしてアーケロン。へぇ、こやつがついにできたのか。感動だね。こうやって見るとすごい変化だな、アンキロサウルス。いや、ずっとね、動物森やってきて、もう飛び出せ動物森でも化石のクオリティ高いなって思ってたんですよ。それが集まる動物森ではこれですからね。いや、なんやかんや1年かかったな。で、実はこの化石以外の虫と魚と、あと名画か、名画に関しては全く力入れてないんですよ。まあ、実はね、このメインの島って全く時間移動しなくって、まあ、もう正直時間移動していいかなとは思ってるんですけど、まあ、とりあえず3月の20日まで、まあ、サブ島はやってるんですけど、まあ、とりあえずね、3月の20日までこのメインの島っていうのは抑えておこうかなと思ってまして、まあ、それからね、時間移動できるようになってから、まあ、虫と魚とあと名画をがっつりコンプリートに向けて頑張っていけたらなと。まあ、季節をね、メインの島は楽しんでいって、検証とか時間移動しないとできないネタっていうのはサブ島の方でやっていくつもりです。お、レベッカちゃんだ。さっきまでいなかったのに。あら、ミネね、このところで会えるなんて素敵な偶然ね。世間話でもいろんな生き物の始まりの姿がここに。ここから一体どれだけの進化を繰り返して今の姿に行き着いたっていうの。ああ、太古のロマンを感じるわ。確かに、たまに調べたくなりますもんね。いや、でもよかったな。もしかしたらできないんじゃないかってずっと思ってたんですよね。もう最後の1個、もう100個寄贈しても全然できないし、いつできるんだ、いつできるんだって思ってたんですけど、まあ、ついにね、今日1月6日をもちまして、化石が完全コンプリートされました。ブラキオサウルス、でかいな、尻尾。まあいいか、とりあえず、ここから見ていきましょう。2021年のアーチとユンノリセットと
締め飾りと鏡餅、あと母からの手紙も来てたんだよな。年越しそば、夢見は違う。コフェルとかはもうずっと放置しておきます。ミネットへ、新年を迎え新たな趣味始め、創作意欲とどまり知らず、今年の初作品です。母より。母から、ハッピールームは特に点数も変わらずじまい。これも回収するか。せっかく新年だからな。締め飾り、ドアに飾る。正月っぽいな。いや、外観とかも変えたいよな。なんか正月仕様にしたい。2021年アーチを飾りの、そういえば動画にしてなかったかなと思うんですけど、スペシャル商品の中に2001年のアーチと、オリビエサラダ、牛の置物、鏡餅、門松、締め飾り、ユンノリがあります。これユンノリセットっていう名前だったんだけど、ユンノリになったんだね。ちなみにこれ、X ボタンで説明が出るんですけど、オリビエサラダってそういえば初めてだね。ロシアのやつだって。ロシアって今まで動物盛りシリーズなかったからかな。ロシアの正月の定番料理であるこのサラダは、19世紀末のロシアで生まれ、その考案者の名前からオリビエサラダと名付けられたが、レシピは非公開だったため、正式な作り方は誰も知らないだとか。いや、あれは買うべきだな、普通に。なんとなく鏡餅と年越しそばと、あとユンのリセットと、母からのプレゼント、これは母のアート、出してみるか。せっかくもらったしな。中でしか出せないんだ。正月っぽくしたいね。なんかあるかな。真ん中の部屋は、もう正直あれ回収してもいい気がしない。これ回収して、母のアート出そうぜ。母のアート、ほら、これか。スノーグローブ回収したから、鏡餅じゃない。いったく合わねえ。これやっぱカフェっていうこともありまして、洋風チックなんですよね。ってなってくると鏡餅ちょっと似合わなさすぎるか。まあまあいいんじゃないでしょうか。あれ置いといて、毎回アップデートでさ、こういうの出てくるたびに、もうちょっと早く欲しかったなって思いますよね。なんか正月終わってからもらってもな、みたいな。まあ書類の山置いとくか。よし、できた。さあ、というわけでここまでやってきたら、さすがにハロウィン回収するか。全部もう売っていいレベルだよな。どうするかな。雪玉スポットのためにキャロラインちゃんの家破壊したからな。若干もったいなくはある。これ最小の雪だるまとか作ってみたくない？これさ、転がすタイミングと蹴りから転がすを同時に合わせたら、超最小の雪だるまができる気がする。これでさ、世界最小の雪だるまできない？できた！ちっちゃー！あー、もう一息だと出すな。どこが？全然もう一息でもなんでもない。もしこの頭と体、あとちょっとだけバランスが良ければ、なんて贅沢は良くないだすな。作ってくれてありがとうだす。これからは自分磨きに励むだずら。ポジティブだね。完璧じゃないだすが、そこに親しみを持ってもらえると、ほら嬉しいずら。ちっちゃ。家族とかじゃないもんな、雪だるまって。もう完璧かそれ以外かの二択だから、ちょっと寂しくはありますよね。すまん、たぬきち。こんな、深夜2時に。ただ今リフォームしたら、あと3時間後に変わるから、全然あり。マイホームの相談。マイホームについての相談だもんね。誰と相談だのも。収納を増やしたい。まだ収納を増やしてないんですよ。50万ベルが高くて。リフォームしたい。ミネトさんの場合、お家の外観のリフォームは無料でお受けしてるだなも。今日工事のオーダーを受けたら、明日の朝には完成するけど、いかがだなも。お願いします。正月っぽくしたいよな。あ、格子のドア、あり。なんか今更だけど、あんまり和風っぽいやつないんだな。これか？一番正月っぽくない？いや、これだ。メープルの素朴なドア。これで、あと、せっかくだから、こっちにするか。木のポスト。オッケー。これで明日には和風チックなデザインになってるんじゃないでしょうか。うん、そういうデザインにしたいんだなもんね。明日の朝には完成してるから、楽しみに待っててね。あんまり和風エリアって今まで作ってこなかったから。まあ今回ね、
作っていって全然損はないかなと思います。リッキーくんが何か考えてる。引っ越しか。君の探してたエプロンやっと見つけたんだ。探してないよ。僕の勘違いだったの。まあ、いっか、誰か受け取って。これいいね。昔のシリーズやってたら君が落としたものってたまに聞かれるんですけど、なんかどっち答えてもくれなかったりするんですよね。それに比べたらなんか嬉しいかなと思ったりもしています。というわけでですね、今回は、化石が全部コンプリートできたというお話でした。ちょっとね、家の内装っていうのを和風チックにしてもいいかなと思ったりもしています。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。最高だな。